8月3日から始まった Amazon 初売りの気になった商品を昨日お伝えしましたが、お値段が変わっている商品があるので先にご紹介します。プラントロニクスボイジャー5200、こちらが定価の 12,918 円に戻ってます。それから ASUS の Chromebook CX1 が 23,000 円に戻っています。昨日 Amazon の初売りで見た商品が楽天でどうなっているのか今日は見ていきたいと思います。まずは Amazon の Fire 7 タブレット、こちらが楽天だと5084円です。次にアフターショックスのオープンムーブ、こちらが6705円です。続いて CIO のスマートコビープロ、こちらは定価だったんですが楽天ですと公式のお店が出ていまして、このスマートコビー以外にケーブルと充電器がついて5500円です。続いてプラントロニクスのボイジャー5200、こちらは 13,328 円で、こちらが小島だと665ポイントバックとなってます。クロームブックなんですが CX1 はだいたい 19,800 円っていう感じだったので、C214MA こちらのモデルだと 17,800 円で出ています。最後の B2、 こちらはもう全部定価だったのでちょっと違うものを紹介していきます。自分が買った商品なんですが、ナッシングエア、こちらが 12,650 円で今黒が出ています。楽天にも公式があるので安心ですね。今回は Amazon 初売りの商品を楽天でいくらなのか見てみました。行ったり来たりして、最安値を確認して買うのが一番賢いですね。